さあこれは今相変わらず戦いが続いている、今度は3番手争いという形になりましたか。一旦ここは小暮、井口、そしてその後ろ道上。いやもう井口君にしてみれば浦間のテールランプは見飽きたでしょうね。そうですね、ドラえもんがあるんですよね、このやっぱ最高速の問題とかがあるんで。そうですよね。では道上選手もちょっともうスバルのテールランプはいいよって感じになってますか。そうですね、ただねレセプスはちょっと伸びるんですけどね、はいはい、なんかちょっと苦労してるのかな。そうですね、そこは少し横にずらして空気を入れる道上。道上選手は120周でピットストロークですから10周ちょっと回ってるような状況、まあ、16ラップですか。そうですね、アウトからね。井口選手はちょっと長く乗ってますね。井口選手は97からですので、まあもうほぼ30周ぐらい、30周ぐらいですね。88はあ、こっちの方が長いな。88は104周目、104周、あそうですね、104周に入ってるから、まあ、一番今タイヤが辛いのはあのスバルですね。井口君が一番タイヤ辛い状況ですね。ただダンロップタイヤも頑張ってますね。頑張ってますね、はい、まあ、この夏の富士っていうのは本当に今も路面にもあの過酷なストレスがかかってますけど、タイヤにもものすごくストレスかかるし温度の発熱もすごいんで、まあ各メーカー本当にタイヤトラブルほとんど起きない状況で、まあ、いやパンクとかありましたけどね、パンクとかありましたけど、でもタイヤって丈夫なもんですね。すごいですね、はい、100度とかいう表面温度で、はい、ね、触ったら火傷するような温度にまで上がって、はい、ずっとこの猛暑50度とかの路面の上を走ってね、はい、いやすごいなと思いますけど、何トンという負荷がかかって、はい、そうですねすごいですよね。外したタイヤすぐ素手では触れないですもんね、はい、もう100度近いですから、はい、まあ、ホイールはねブレーキも温度が上がってるし、もう大変ですよね、そこら中が熱くて。そうですよね。しかしあの話戻りますけど、このランボルギーニとかスバルはなんかこう打つ手はないものなんですか。もうあのなんかツーリングしてる感じですよね。そうですね、まあ、どちらも目いっぱいなんでしょうけどね。これスバル前出たら差は開くんですかね。いやこれ釣り合い取れてる感じじゃないですか今ね。そんな感じですよね、はい、あのコーナーで詰まってストレートで離れてとかっていう感じでもないもんね。そうですよね、はい、至る場所でほぼ同じようなパフォーマンスのように見えますね。ですから浦間の第3セクターも速いっていうことですよね。あの、まあ、あの小暮君のドライビングテクニックもあるかもしれないです。ここからは本当はスバルが得意なところのはずなんで、これ本当にあれですね、路面ひどくなってきましたね。ねえ、なんか剥がれてる感じですよね。ねえ、かなりストレスかかりますよね、これね。ダンロップ抜けた先ですよね、はい、はい、すごいですね。なんかあのアスファルトがボロボロに剥がれてるように見えます。あ、入られた。いやこれはあ、ごめんなさい、500でした。500です、ね、道上選手の車と間違えました、はい、そうですよね、割と似たデザインが多い感じにはなったんですが、はいはい、こちらは ARTA の500になります。あ、さあ、はい、レースはこれで今140をちょうど超えたところですが、今スタッフが計算しましてですね、はい、今日のレース最大延長6時40分までなんですよ、はい、どうもこのままのペースでいくと3周足りないんじゃないかと、はい、つまり174周でフィニッシュになる可能性があると、はい、あ、セーフティーカー長かったですもんね。あ、こちら無限が入りましたね、落ちるので。やっぱり時間で切られそうですか。そうですね、可能性は出てきました、まあ、フルで言っても今残り37周、ファイナルスティント。33秒台ですか、ワコーズ。もう全く無理がないところで、でも十分な速さですよね、33秒ならね。そうですね、これはチュール無限は4回目が最も速い車の一つかな。はい、早めに4回目を消化してる感じですね、はい、本当は燃費走行すれば3回ストップで走れそうな
あの燃費なんですよね。それをまあ、あの4回義務付けなんでちょっと短めにみんな行ってる感じなんですよね。GT500 でも、10周足らずぐらいで行けるんですよ。あの4回で 3ストップ4スティントプラス9周ぐらいで行けるんですよね。さあちょっとあのワイパーブレードがピラピラしてますけどね。マコーズ圧倒的トップ、後ろまでは1分11秒の差。まあ若干あれこれはルーティーンですかね。あのあこれルーティン最後の4回目です。はい、今埼玉トヨペットマーク X が入ってきましたが、これが4回目。あとアップガレージももう1回入るの でそれでマネパーでしょ、でスバル、BRZ、モデューロ、MSX、 この辺ももう1回入らなきゃいけません。あとリアライズですね、の GTR、フェネストラス、まあ、あの56号車、こちらも入らなきゃいけないですね。4回ストップを終えている中でのトップは87号車、ね、はい、で燃料持つであろうと思われるということで、にわかにもっとこれ速くないですか。タイヤ変えてないですね。おー、あれあれさっきも変えなかった、さっきも変えなかったですよね。え、サシャさん、シャサちゃん、はい、マーク X、マーク X、無効感ですね、無効感でした。さっき左リアの接触で1本だけ変えてた。あ、さっきは変えたんですよね、1本だけね、1本あれ、あのほら、接触があって、あ、だから実質上、これ今3スティント1タイヤで走ってるってことになります。すごくないですか。実質上、左後ろだけ1本新しい。え、そんな、新しいって言ってもそんなタイヤ履いた車に勝てるわけないじゃないですか。本当ですね。まあまた一方であのマーク X からすると、87を追っかけるにはこの手しかないっていうことですか。その可能性はありますね。ねえ、で今87はどこにいますか。10番だから先ほど、あのホッピーの後ろでしたよね。うん、そうです、そうです、10番じゃないですか。でこの辺はまだ入っていない。これがここが今バンテージ、Gステーションバンテージは7番で、その後ろにゲーナー安田がいて、でこのゲーナー安田の8秒後方にホッピーで、さらに5秒後方にアンドレクート。持つわかな。だから今全然前で出ましたよね。87は今メインストレート入ってきましたね。はい、いやだからもう全然前ですよね。全然前ですね。だからこれ52号車はかなり前に出たんじゃないですか。今。あ、でも表示上、あ、いや、ちょっと待って、表示上は87の今後ろですね。87の後ろですか。かな。あ、最終コーナーこれですね。ストレート1本、そうですね、1本分後ろですね。ですね。まあタイヤ変えずに行ってもストレート1本分負けてしまったっていうことでいいんですか、これ。そうですね。今87号車の T ダッシュ裏間はセクター1を終えてセクター2に入ったところ、だから1セクター分ぐらいちょうど違うんですね。そうですね、3分の1。やっぱりストレート1本分遅れてますね、52号車がね。こちらですね、今87号車、これは今場所どこですか。 300R ですか。そうですね。でもそんな無理して大丈夫なのかね。これやっぱりあの52号車圧勝気味に行ってたんですけれども、やっぱりセーフティーカーのあやですかね。でそこで87が密かな努力をしていたものがすっと追いついてということになるんですかね。こちらタイヤ変えてますよね、87ね、はい、これででもタイヤがね、あの持たなくて、はい、それこそパンクチャーしたりとかしたら、はい、元も子もないから。あ、52がですね。はい、そうなんですよ、ね、それがね、すごい心配ですよね。もう勝ちに行くんだっていう感じですよね。でもペースが上がらなきゃしょうがないでしょう。はい、古いタイヤで向こう間で行って前に出れるっていうんであれば、そうなんです、勝ちありますけどね。どうなんでしょう、52のラップタイム。500トップのワコーズです。大島1分33秒というラップ、これはですね、後続の車とまあ同等で走ってますので、なんていうかこう、ね、もう安定走行をして、はい、ね、まあ、別にペースを落としてもいないということなんですよね。ですから今、差が劇的に詰まっているわけでもありません。さあ4回目のピットストップをします。これで
ラスト大島から山県に変わると早いですね。そうですね。さあ余裕、各社まだ GT500 はほとんどもう1回ピット残してますもんね。16号車さっき入りましたけれども、あと残しているのがレイブリック、モチュール GTR、はい、そして、カルソニックぐらいですかね、はい、今あの景品も入っていて、あと3台ぐらいですね、はい、さあ山下健太に変わります。問題なくいければまあ、4分の3周ぐらいリードしてますからね。そうですね。1回ピットストップがまだ少ない第2位を4分の3周離しちゃってるわけですから、はい、これも大きなリードですよね、まあ、ここはゆっくりあの確実にやってもいいぐらいのタイミングです、はい。もう練習してるからもういつも通り、はい、11秒9、全く問題ありません。全く問題ないですね。あ、Dステーションバッテージが入ってますね。バッテージはこれが4回目。オリベイラが乗っていたので藤井に変わるのかな。これ損傷してますね。そうですね、かなりめくれ上がってます。さっきあの接触ありましたもんね、はい、あストレートスピードに影響しますよね。あれはガムテープで、あの大きめのガムテープで用意してたんですね。そうです、色も合わせて、はい、あのストップボードの裏側に引っ付いてました。あ、出てきました。さあドライバーはおそらく藤井じゃないかと思うんですが、山下健太、前半はオーバーテイクションを見せました。このワコーズ、こちらも11番手スタートから現在トップです。さすがに富士でのツーリストリクターダウンは無理だろうと思ってましたが、むしろこうマシンが決まってるとリストリクター入れても重量が軽い方がいいのかもしれないですね。重量を重くされてバランス狂うよりは。レイブリックはこの位置です。ジェンソン・バトン暫定今トップですけど、もう一回入らなきゃいけない状況ですね。山本直樹がラストスティントを走らなければいけません。はい、ほぼ同じような条件でいた23号車が今入っているという状況のようです。あ、そうですね、はい、今モチュール GTR がロニー・クインタレリに変わるというラスト今ピットです。そして山本直樹は準備ができておりました。さあこちらですね、こちらですね、GTR、さあ、まあ、いい走りだったんですけど、ちょっとあのセーフティーカーの関係で、はい、流れがなかったね。本当に悔しいだろうな。そうですね、僕はもう完全に今回はこの車に流れがあると思ってたんですけど、すごいところでどんでん返しがありましたね。じゃあ例えばワコーズはチャンピオンに向けては本当に大きな大きな、これいやすごいトップですよね。トップでこのレースに勝っちゃったらすごいですよね。今ずいぶんでもホイールスピンしていきましたね。まあちょっとロニー君、ね、力入選手はでも完全にカッカしてますね、はい、してますよね、はい、レブリックが入ります。あと12号車カルソニックも、そして300は BRZ とモデューロ NSX が同時ピットインですね、はい、前後走っていました。